はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西のお掃除ですね。はい、台風来てるんですよ今。ちょっと収まっておりますが、風も雨もね、どんどん台風来てます。鼻歌を歌いながら楽しくお掃除ということで、皆様にはご迷惑をおかけしております。こんなものを流してね。はい、鼻歌ということでね、台風の歌ないかなと思って検索したらありました。台風ってまさしく台風っていう曲、森高千里さんのね、ドンパンドン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 パンドンパンドン、風が強いね、台風が来る、風が強いね、台風が来る。ほらほらほらね、風がね、強いね、台風が来る。今ね、テーブルの上のね、ほこりを拭いてるところです、ね、僕なんて別にね、映らなくてもいいんですけれども、はい、よし、あ、そう、ね、同窓会行ってきましたよ。はい、同窓会ね、同窓会ね、ゴズメズが現れるかと思ったんですが、まあね、そんなみんな驚くほど変わっては、一人だけね、もう全然もうね、別人、多分ね、あれね、途中でどっかでこう入れ替わってるんだと思うんですけどね、別人にね、もう全然違うんですよねでも親しい、昔からずっとね、ね、間を空けず親しい人間からしたら、僕たちがね、会ってなかった僕たちがその彼の変化についてね、驚いてるのが不思議っていう感じみたいで、はい、でももう二十数年会ってなかった僕らからしたらもうね、ああもう別人ですよ。一人だけいましたね、別人だ。あれはもう本当誰かと入れ替わってると思いますよ。こう何段階かに分けてね、はい、3人ぐらいね、分からないようにこうね、絶対そうです。あれ別人だ。お腹が痛い。あ、掃除しないとね。はい、ですのでね、なんだ、ゴズメズが現れるかもしれないのでね、怖いので筋トレしようっていうことで同窓会に向けて筋トレしてたんですけどね、ね、怖い。だ、蓋開けてみたらね、本当にね、そんなゴズメズいなかったです、はい、まあそれはね、年相応の変化はありました。あ、中には全然変わってない人がね、2、3人いましたよ、はい、もう1人はすごいな、もう見たらもう全然変わってないんで、もうすぐ分かった、ね、あの頃の彼がいましたよ。だから対照的ですよ、全然違う見た目になった彼と、見た目が中学校の頃と全然変わらない彼と、変わってない彼を見て心がほっこりしました。和みました。はい。あ、筋トレ？あ、お掃除しないとね。筋トレもまあそれなりにね、続けていこうかなと。ね。まあ健康のために。はい。体を動かした方がね、いいと思いますんで。はい。まあまあすいません。ドンパン、ドンドンパン、ドンパン、ドンパン、ドンパン。風が強いね。台風が来るな、台風、まあちゅうことで、はい、台風が来る、まじまじじゃ、まあじゃ、すいません。あれ本当にね、別人ですよ、一人ね。漢字も言ってましたもん。他の人間はね、受付来たらね、みんなまあパッと一発で誰だっていうのを分かったみたいなんです。でも彼だけはね、判別不能、はい、誰か分からなかったっていうね、ただ一人だけ、